is ていう感じでございますね。いや、あの、このドーピング問題はどこに行っちゃったんでしょうかうん。あの、このまま雲隠れしてしまうんでしょうかお蔵入りでしょうか、まあ、そのドーピング問題について皆様のコメントを取っていきたいと思います。はい。えー、レモンミカンさんです、えー。よろしくお願いします。私はドーピング問題がフィギュアスケート界に蔓延するのを防いでほしい一人です。 あのこれあの普通すぎてあの普通なあの普通のことというか当たり前すぎて本当はあの防いでほしいというかあ,のありえないと僕は思ってるんですよね、うん。これが当たり前に蔓延してしまうようならはっきり申し上げてもう私はフィギュアスケートは見ません。そ、う、れ、ん、はちょっと悲しいですけどてかもうフィギュアスケートにかかわらずあのスポーツでドーピングをしてるとかってちょっと信じられないと思うんで、うんえー、はい。 乱れたところには悪が、えっとは,びえっと、はびこる、えー、そのきっかけになると思います1960年70年代のミュージックシーンも一部は名声と、えー、金を得たがという金名声と金を得たがその他は薬で乱れて悪にはまって自滅していった若いアーティストが結構いましたねえ確か尾崎さんとか だったな気がしますね。僕好きなんですけどねあの15の夜とか、うん、嫌いじゃないんですけど、まあ、結構そういうのありましたよね、うん、そうな,な,ぜな,なぜなのかはちょっと僕には理解できませんがまだこれからの子供に使用し理想的な体型と体力維持のために薬漬けにされかねません、えー、これだけは絶対に許せません嫌ですいや同じですねあの僕も嫌ですねうん。 あの、本当におかしいとは狂ってます。では、これを情報問題、あの雲隠れしてるのはおかしいと思うんですよね。うん。えみ、ー、はさん、どうもありがとうございます。私もレモンみかんさん同様、ドーピング問題を解決してほしいです。逆にこれドーピング問題解決して欲しくない人が逆にいるんですかね。うん、このままお蔵入りにした方がいいと思っている人も中にはいるのかなと思うんですけど、まあ、いない可能性は高いですけど。 ちょっとこれいい加減に白黒をつけた方がいいかなと思ってます。してないんだったらしてないではっきりしてほしいし、してるんだったらしてるんで早くしてほしいし、まあ、ロシア、場所がロシアだけに、あの、なんかそういった証拠とかの,あの情報が集まってないのかなっていう感じですよね。でね、ISU は女子シングルの信用の回復に真っ先に取り組むべきだと思います。羽生選手の現役続行は95%ですが、ドーピング問題を解決できなければ、 羽生選手が引退したらシングルは今の熱量では見られませんということですね。まあ、だからさっきのレモンミカンさんもフィギュアスケート見たくないですっていうのと同じですけど、うん。まあだからまあ、そのドーピングなんででしょうかね。まあ、しかもこれ、ワリエだけじゃなくて、他の選手もなんかロシア選手でしてた人はまあいたらしいのでな、なんかいつまでたっても根絶しないっていうかね、まあ、そのドーピングのせいでロシアはまあ、 あのロシアとして参加できないのに何やってんだろうっていうねうんもしかしたらロシアの教育がそうなってんのかもしれませんようんはいちなみに大ちゃんがアイスショーでア,アイスダンスの靴でダブルサルコを飛んだという情報が入っていますあそれこれはちょっとびっくりの情報ですねうんあのアイスダンスの靴であのジャンプ飛ぶのって多分 どどういう感覚なのかっていうのちょっと意見聞いてみたいですね、うん、靴が違うんですよね、うん、はいさらかでさんありがとうございます、えー、リモンミカンさんミュハさんのコメントにもありますが1日も早くドーピング問題を解決して今のゴタゴタな状況に終止符を打ってほしいと思いますはい、もうその通りすぎますねルール改正はその後でも良いと思いますうんあの本当そう思いますあのー まあ、ルール改正の件を取り,取りまして、とりあえずこのドーピングの件、これ、完全に雲隠れえ、お蔵入りしているような印象を受けてますので、はいあの、ロシアに関しては大統領をはじめ国家がどうなっているのかによると思います。うん、だから、ロシアのドーピングの問題っていうのもありますので、調査がちゃんと入ってなかったりとかしている可能性がありますし、まあ、国自体がね、それをこう教育でやっている可能性も否定できないんで、今の状況から考えて、 早くドーピング問題違うんだったら違うでまあこれはね逆にかわいそうですしそうだったらそうでやばい問題ですから。 ワリエワはプーチンから表彰を受けても,もらってますけど、まあ、日本人の感覚というか他の国の感覚からしたらそういうドーピング疑惑の人がこう国民栄誉賞的な賞をもらうっていうのは意味不明だと僕は思いますので早くドーピング問題を解決しないといつまでたってもフィギュアスケートの評価は下がると思いますねはい、えー、あ見,見なくなっちゃう人もいるかもしれませんね、うん、はい、えー、ミュハさんどうもありがとうございます いや、本当もうその通りすぎるんですけどね。ここのコメ欄を見ると、大至急ドーピング問題を解決しないと、えフィギュア人気は、社用でのかな、社用になるなと思いました。のそういう思いますよ。うん。あの、実際そういうふうにあの思ってコメントされている方もいます。ドーピング問題があると、新規の競技好きには、あの競技好きには増えないしえ、既存のファンすらも離れると思います。うん 私はドーピング問題について ISU が真摯な対応をしていないことに失望しているんです。うん。してないですよね。だってもう何もどな、何なんですかね。今、日本スケデンはそれについて語ってるんですかね。うん。まあ、日本スケデンだけじゃなくて、例えばアメリカですとか、そういったことに、アメリカとか他の国ですね、ロシア以外の国、うん。まあ、イタリアとかもそうですけど、語り合ってるのかなって思いますよね。まあ、本当に。 一体どういうどうどなってるのか、まあ、実態が分かんないっていうか、うん、もうもういいかなっていうふうに思ってそのままにしてるのかっていうまあそれでタイのプーケットでこう遊びほうけてるのか <laughs> ちょっとそこは分かりませんけどねバカンスに行ってる場合じゃないかなと思うんですよタイのプーケットに行ってる場合じゃなくてロシアにちゃんとねロシアをちゃんと調査するべきかなと僕は思うんですけどね、うん、怖すぎてまあい,い,けない,いけないとは思いますけどうん 私はドーピングンあのそれと推しだったロシア人選手が想像以上にプーチン新奏者だったり、うんそうそうそう、僕もそうなんですよ。例えば、あの最近、ヤグディンがなんか変な発言が増えてるんですよね。ヤグディンの仮面の男とかグラディエーターとかめっちゃくちゃ好きなんですよね。もう大好きで、うん、本当にもうかなり好きでね、かっこよくて。うんだから まあ最近、そのヤグリンが次から次へと変な発電が多かったりとかしてるんで、でもこれはもしかしたらそういうまあ発電をしないとねいけないのかもしれませんね。やっぱりこうオリンピックの金メダリストっていうのは、やっぱ将来的に、将来ずっとロシアの上の方からお金がずっと入るんですよね、生涯,生涯ずっとお金がね。うん、でもし プーチンのやってることを反対とかしちゃうとお金が入らなくなる可能性があるわけですよだからロシアの中ではいくらその反なんかその意見に反対だとしても、えー、まあそのそういう意思を見せてはいけないとかねまあ、もしかしたら拷問される可能性もありますからねうーんそれかまあ教育とかによって洗脳されているかまあ、本当にロシアのやってることが合っていると思っているのか、うん こは一番最後の校舎な気がするんですけど、まあちょっと真相は分かんないですね。うん。まあ、そういった意味で、まあシェルバコアとかはあんま発言がないので、まあ、真相心理、ロシアのやってることはおかしいとかね、思ってるから、あんま発言がなかったりとかしてるのかなっていう感じがあると思いますね。見てテリ先生もあんま発言されてないんで、ぶっちゃけロシアのことについては、ちょっとあのあんま反対なのかなっていう感じがあるので、ロシアの中でも分かれてるかなと思います。でトゥルソワについてはちょっと分かんないですね。うん。 あのちょっとわかんないですね。ワリエワについてもちょっとわかんないです、うん。ちょっとロシアあのプーチン寄りな気もするのでまあこ不足なんでこれはちょっとわかりませんけどシェルバコアはそういう感じはちょっとしないかなと思いますね。僕のあの勝手な、えー、あれ偏見ですけど、うん、ちょっとそこは置いときまして、えー、このままアー s がドーピング問題を適当にし続けるなら周囲にフィギュア好きを公言するのが恥ずかしいのでできません。うん もう本当もうこの前からバレエの件でわあ僕はバレエ界ってこんなひどいんだとかって話してましたけどもうなあの申し訳ないですねフィギュア界も本当にもう本当ひどいなと思いますねもしこうだったらねうん口が下げても今の状況はいいとは言えないと思いますのであのムハ,ムハさんおっしゃる通りに大至急ドーピング問題を解決するべきかなと思いますうんあのえあ でもさっき羽生選手の現役続行確実でうれしさがあふれ出ちゃってインスタの本赤でストーリーに投稿しちゃったっていうことですね。そうそう、あの羽生くんのね、現役続行は本当嬉しいですね。ううんもうだから、まあそれは本当にああのねまあ楽しんでいけるから男子については特にあれなんですけど女子はちょっとねまあそういうロシアの女子の。まあ ロシアの女子の性いというか国全体が変というかね、うん、あとコンドラチク選手もが戦争の準備をしたりとかさ,れさ,させられたりとかね、うん、自分で意思,意思で言ったのかどうか分かりませんけどなんかそう,そういうのがあるので、うん、なんかもうカオスですねもうザカオスっていう感じですね、うん、はい、えー、マイク・バーティナさんどう,もどうもありがとうございますカブ、えー、君こんにちは え僕が思うのは第一優先はまずドーピング問題の解決だと思います。いやもう皆さん口をそえておっしゃってますね。もうこれは満場一致なのではないでしょうか。逆にこれ、あの反論する方のコメントとか、逆にちょっと気になったりします。どういう反応があるのか。皆さんとは満場一致かなと思います。今回のこのドーピングの件は。なんとなく。うん えー、まあ、ドーピングしてたかしてなかったかっていうことにおいてもまあしてないんじゃないかだからかわいそうなんじゃないかっていう人もいるけどだ,だったらそれはそれで早く、ね、そ,れ言うそれは言うべきだしね、うん、そういった意味でもドーピング問題を解決するべきだと思いますね次に難易度ジャンプの拡大に伴う選手への体への影響を考慮した回数制限などではないでしょうか無理やり成長期の えっと選手の体を幼児体型に保つようなことはえ選手の将来成長にした時にいろいろな障害が出るのではないかと懸念します、うんまあこれらについてはねちょっとまた理論が長くなってしまうんですけど、まあまあ、リプに使カヤ選手とかもう昔やっぱ体形維持とかで、ね、かなり無理な ね、あのダイエットとかしてたりもあったり,あったりするんで、まあ、結構その体にその影響が出る可能性ってやっぱりありますよね、まあ、そういった意味では日本の選手は結構健康を維持しつつフィギュアスケートを頑張ってる方が多いのかなっていうふうに僕印象をしてますねうんそんな感じなんかしますねあのぶっちゃけベルギーの選手も、まあ、ヘンドリックさは分かりませんけど周りのクラブの子たちも結構その なんかそういった結構えそれやりすぎなんじゃないのっていう人も結構やっぱり見受けられるんでまあすぐに文枝さんのね現役中にプリンを食べなかったとかっていうのはあるは別に。 ある紀平梨花ちゃんのこうね、リカ選手の、まあ、体、あのコレステロールとか気をつけてるっていうか、油っぽいものが避けてるとかってはいいと思うんですけど、あまりに過度なこうベ,ジタリベジタリアンすりたりとかね、うん、水を飲まなかったりとかっていう話をこう聞いたことあるんで、ロシアでね、うん。だからそういうのはちょっとおかしいなと思いますね。てか危ない気がします。健康被害が出るというか。うんえー、だと僕もそれはの感じますね。 採点、はい、方式ではフィギュアスケートの場合は、えっと、これ定量評価かな定量評価と定常評価が混在していることだと思います。で、定量評価とはタイムレースのように、時間で定量的に評価できます。ああ、なるほど。ってことは、水泳とか、えー、まあ、徒競走とか、そういった競技のことでしょうかね。うん。定量評価、なるほど。で、えっと、そして、 えー、フィギュアスケートの場合は、技のベーシックバリューあの基礎ベーーシックバリューで評価できますが、レベル評価や GOE、PCS は定常評価、つまりジャッジの経験的かつジャッジ自身の持つ感性の判断基準になります。つまりばらつ,つきが出るということですね。うんまあ、これその通りだと思いますね。これについて、ちょっと今、あのー フェア is, えっと、だっけフエア is, えっと、ドーピングプロブレムということで話してるんで、えー、この後ね、あの皆さんからたくさんそのルール改正についてのコメントいただいてますので、まあ、それをちょっとお話ししそこでお話ししていこうと思うんですけど、まあ そういうことでこのコメントについても後でちょっとお話しした方がいいかなと思うので、うん、せっかくなんでそっちの方がいいですよね。うん、まあ,あのそっちの方でちょっと、えー、前窪さんのコメント読んでいきたいと思いますので、えー、またもう一回やり直していきたいと思います。ここですね、うん、用意した一系のところまでは、はいあのドーピングの問題は早く解決した方がいいかなっていうところですね。 はい、というわけで、まあ、そういう感じなんでドーピングの問題を先に解決するべきかなと僕も、えー、思います。でこの後半についてはあの先ほどルール改正のところで皆さんからコメント頂い,いているので、まあ、そこをちょっとあのまた別枠でお話ししていきたいなと思ってます。